WBC 優勝決定のおとといから3日間ラーメンをタダにしている店はどうなっているのか最終日の今日正午過ぎ店の前に行ってみると横断歩道を挟んでおよそ50メートルの長蛇の列100人きょうの入店で昼の営業は終了僕あの名前が栗山なんであの京都の,あのお,肉お肉屋さん行って。 割引の肉買って、でここっちに10時半ぐらいに来て大変なんですよ、本当に。ラーメンの他に何か追加注文をしなければならないなど条件がありましたが、普段は880円の豚骨ラーメンが無料。3日間でおよそ800食が出たということです。おいしかったです。 もうめちゃくちゃゃく大変です <laughs> で、す。たくさんの美味しいっていう言葉ば聞けたので、もうやってよかったとは思ってます。三 <laughs> 日間の無料ラーメンは、ひとまず大盛況のようでした。